れいわ新選組山本太郎です。総理、いつ辞めるんですか？今は私の職責を果たすために全力で取り組んでおります。この先のスケジュールについては何も考えておりません。裏金問題で国民に信を問う解散が必要なんじゃないですか？いつ解散しますか？総理、信頼回復に向けて先頭に立って取り組んでまいります。それ以外のことは今考えておりません。元日に発災した能登半島地震、政府の初動が遅く被害が広がったとも言われています。総理は初動が遅れたと思われますか？初動が遅れたというのは具体的にどの点をおっしゃるのか分かりませんが、さまざまな制約の中で関係者は努力していただいたと考えています。初動が遅れたというのは一般的によく言われていることだということでお尋ねをしました。国会図書館に聞きます。世界で起こった災害、各国トップは被災現場にいつ入りましたか？2011年2月22日にニュージーランドのクライストチャーチで発生した地震についてキー首相が当日に現地入りをしております。2016年2月6日に台湾の南部で発生した地震について馬英九総統が当日に現地入りをしております。2023年2月6日にトルコで発生した地震についてエルドアン大統領が発災から2日後に現地入りをしております。2023年5月16、17日にイタリアの北部で発生した洪水についてメローニ首相が17日から4日後である21日に現地入りをしております。2023年8月30日にアメリカのフロリダ州に上陸したハリケーンについてバイデン大統領がその3日後に現地入りをしております。国のトップが2週間も被災地現場に入らなかった事例はなかなか見つけられません。総理が被災後初めて能登半島に訪れたのは1月14日、地震発生から13日後、被災地に入るのがここまで遅くなった理由を教えてください。それは災害の実情、それぞれのこの状況によるものであると考えております。天候が荒れたのは3日間のみなんです。その他の10日間は現地周辺は飛行可能な環境なんですね。わざわざ地上に降りなくていいんですよ。視察、空から見るということでも十分対応できることあるんです。総理が望めば発災翌日でも空からの視察は可能であった。どう復旧復興させるか、どれくらいの復興予算が必要になるか、空からの現場の視察を行って被害状況を自分の目でしっかりと把握するチャンスを自ら2週間延ばしたんですよ。発災後、珠洲市で自衛隊による最初の炊き出し、いつ行われましたか？珠洲市におけます最初の給食支援でございますが、1月6日から実施をしております。1月6日、自衛隊による珠洲市での最初の炊き出し、何食提供されましたか？1月6日、給食支援でございますが、約100食の提供を行っております。発災翌日の話じゃないんです。発災5日後でやっと1日に100食しか提供できなかったんです。総理、被災住民に必要な食料、食材一刻も早く届けて安定的に提供するようにと特別に指示しましたか？当然のことながら、発災当日からプッシュ型で支援を行うということを申し上げております。発災5日後、6日後ね、こんな状態だったんですよ。プッシュ型うまくいってなかったんですね。発災から2ヶ月以上経過した直近で珠洲市で行われた自衛隊による炊き出し、何食提供されました？直近でございますが、2月29日の珠洲市における給食支援でございますが、1日あたりでございますが約1640食提供させていただいております。直近です。1食あたり2500食必要なのに自衛隊は1日に1640食しか作れてないんです。何が言いたいか、全く今も支援が足りてない。支援増強してください。自衛隊員は能力が高い、一生懸命。一方、指示を出す政治の側がピント外れて現実見てない。だから現場も被災者も今苦しんでるんです。総理、足りない食事、これ誰が提供されてると思われます？足りない食事を誰が賄っているのか、食事につきましても、ボランティアの皆さんをはじめ多くの関係者が炊き出し等によってご協力をいただいている、こうした取り組みに対して心から感謝をしております。NGO、NPO を中心とする炊き出しなんです。その中には技術系の NPO も含まれるんですね。崩れた家、瓦礫の撤去など重機を使って一刻も早く生活を復旧させるために現地入りする人々です。技術系 NPO も炊き出しを行わなければ被災された方々に食事が担保できない状態。やる気にあふれた自衛官、こういうマンパワーありながら 100% 生かさずに民間の善意に甘えて復興を遅らせてるってことに気づいていただきたいんです。総理、必要食数に関しては自衛隊の炊き出しで確保するって約束してもらいたいんです。いかがでしょう。食事は自衛隊だけで、賄っているものではありません。地元の自治体をはじめ関係者の皆さんが力を合わせて食事の確保にご努力いただいています。もちろん自衛隊も最大限の努力をいたしますが、引き続き関係者の皆様方にご協力をお願いしなければならないと思っていますし、足りない現実突きつけてるんですよ。足りていないものどうするんですか。何で埋めるんですか。自衛隊の供給能力を増やしてください。いかがでしょう。自衛隊だけではなくして多くの関係者が努力している。自衛隊だけではなくして地方自治体と協力をしながら。総理が次に能登に入るのはいつですか。現状具体的な予定は決まっておりません。災害が起こって困ってる人たちがいるぐらい全力でやってくださいよ。その時ぐらいは散々裏金で儲けて大企業にも美味しい思いさせてで被災した人たちに対しても切り捨てるようなことやめてくださいよ。現場でちゃんと実態を知ってる人たちから話を聞いてください。もちろん必要な視察もやられたでしょう。でも届いてない視察もある。必ずそういう方々からヒアリングしていただきたいんです。